松崎忠年は、日本の技術者、実業家。小二上ミノ取締役代表執行役社長を経て、同社取締役会議長、リクシルグループ取締役会議長、ビジネス機械、情報システム産業協会会長、日本、取締役協会副会長、東京都出身。1七十六年東京工業、大学大学院総合理工学研究科電子。 科学専攻終了、小西六写真工業入社。1998年コニカ、情報機器事業本部システム開発統括部第一、開発センター長。2003年コニカミノルタビジネステクノロジーズ、取締役制御開発本部長。2005年コニカミノルタ執行役、コニカミノルタテクノロジーセンター、代表取締役社長。 2006年コニカミノルタホールディングス取締役兼常務執行役。2009年からコニカミノルタホールディングス取締役兼代表執行役社長を務め、最重要課題を持続的な成長として二酸化炭素排出量の削減などを進めた。2013年事業し、会社7社を吸収合併して事業会社に改組した。 コニカミノルタ取締役兼代表執行役社長に就任。2014年コニカミノルタ取締役兼、取締役会議長。ビジネス機会。情報システム産業協会会長。2016イチゴ取締役。野村総合研究所取締役。日本板ガラス取締役。日本。取締役協会副会長。2019年リクシルグループ取締役兼。 取締役会議長兼指名委員会委員、ありがとうございます。